はい、他にもラウンドマークタワー気になったところがですね、このブルーロックカフェっていうのはなんか予約しないとダメっぽいっすね。はい、あと果実園リーベル、なんか一番隅っこにあった気づかなかったんですけど、今まで。まあ、いちご大福とか、このいちごのパフェとか、なんかフルーツ、まあ、千疋屋みたいな感じなんですかね。まあ、お値段もそこそこですけど、美味しそうですよね。ジブリのショップもあったんですよね、結構外国人の方いらっしゃいましたね、まあ、隣のトトロトトロですあれ宝のトミーのトミカのジブリシリーズも売ってますね。顔なしがいいんですよねこれね。顔なしといったらなんか貯金箱も売ってました。ちょっとお値段高めなんですけど、なんかゲップまでちゃんとするのが再現されてるようです。クアートもあるのも気がつきませんでした。まあ、海関係のトリックアートのようです。まあ、こういうのね、撮ると面白いんですよね。